すべて疲れた人、重荷を負った人は私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげます。重荷という重い荷物、負担、辛いこと、できるものならその荷を下ろして楽になりたい、どこかで見直したいと、そう思っていても立ち止まれないまま日常は過ぎていく。けれども本当の解決は重荷を下ろすこと、そこにあるんではないでしょうか。負っている荷、それをどうしたらいいかわからないから苦しみます。イエス様は何と言われたか。私のところへ来なさいと、そう言われました。私は子どもの頃、疲れた、もう歩けないとすぐに音を上げる子どもでした。お父さん疲れた、おんぶ、もう少し頑張って歩きなさいと言われて、しばらく歩くんですが、いよいよ限界がやってくると座り込みます。もう歩けない、お父さんおんぶして。すると父は仕方がないなと言って、こうおんぶしてくれるんですね。私はこの父の背中に背負われて、この楽ちんになった足をブラブラさせて、鼻歌を混じりながら、キョロキョロ周りの景色を楽しみます。疲れから解放されて甘えられる嬉しい時でもありました。もしですね、我が子がお父さん疲れた、もう歩けないと言ったならば、お父さんは仕方がないな、それじゃああの道の向こう側を歩いているおじさんにおんぶしてもらいなさいと言わないですよね。この我が子を休ませることができるのは父である私以外にいない、そのような父の責任、父親としての権威のようなものがあります。それと同じように、私のところに来なさいと、私以外にあなたを休ませる私しかいない、そのような権威あるものの言葉として私たちに語られています。そのままで、あなたが荷を負っているそのままで私のところへ来なさいと、私以外にあなたの荷を下ろす場所はないし、休める場所は他にはないんだと、だから荷を負ったまま私のところに来なさいと招いてくださっています。ただ行けばいいんですね。イエス様のもとに身を置くときに休むことができる、休みを得た者はまた立ち上がることができるんですね。この安息を得る道、それは私たちの前に開かれています。私のところに来なさいという招きの声に応答しましょう。